ニューヨークのウォール街ロンドンのシティ上海のホトをシンク、金融センターは、銀行、証券会社、保険会社など金融業において、中心的な役割を持つ、市場、都市、地域のことである。有力な証券取引所が所在し、外国為替市場などの国際金融取引が、特に活発に行われている場を、国際金融センターと呼ぶこともあり、その代表格として、 ニューヨークとロンドンが挙げられる。世界金融センター指数は、イギリスのシンクタンク Z、イエングループが2007年3月に調査を開始した、金融センターの国際的競争力を示す指標である。年に2度リポートを公表しており、100以上の都市、地域を評価の対象にしている。2021年3月に第29回目となる最新版を発表した。 上位10位の内アジアの都市が6つを占めるなど、アジアの台頭が際立つ。2014年11月、アメリカのダウ・ジョーンズ、シカゴ・マーカンタイル取引所及び中国の新華社は、第5回目の国際金融センター発展指数を公表した。世界主要45の金融センターを評価の対象としており、金融市場、成長、発展、物的サポート、サービス、 環境の5分野の総合評価により、順位を決めている。総合評価では4年連続で、ニューヨークが首位となり、イカロンドン、東京、シンガポールが続いた。ザグローバルファイナンシャルセンターズインデックス2021年3月18日、閲覧。シノイス・ダウジョーンズ・インターナショナル・ファイナンシャル・センターズ・デベロップメント・インデックス、2014。 国際決済銀行の統計2016年10月12日、閲覧。ワールドフェデレーション・オブ・イクスチェンジェス。スタティスティックス2015年9月5日閲覧。トランプ氏が、香港の優遇措置見直し風と、断絶も。3K ビーズ、2020年6月1日閲覧。ポンペオ米国務長官、香港の自治は失われたと判断。CNN、2020年6月1日閲覧。 ありがとうございます。